グレック・ロマック・アレンはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2014年の MLB ドラフト60目でクリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、3カの A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプロデビュー。57試合に出場して打率、244。 十九打点、30盗塁を記録した。2015年は、A 級レイクカウンティキャプテンズと A 級リンチバーグヒルキャッツでプレイし、2球団合計で126試合に出場して打率、277本塁打、45打点、46盗塁を記録した。2016年は、A 級リンチバーグと A 級アクロンラバーダックスでプレイし、 二球団合計で129試合に出場して打率。295、7本類打、44打点、45盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2017年、マイナーでは、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスと AA 級アクロンでプレイし、二球団合計で76試合に出場して打率。267、 二本塁打、二十六打点、二十四盗塁を記録した。九月一日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のデトロイトタイガース戦にて代走でメジャーデビュー。七日のシカゴホワイトソックス戦ではメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは25試合に出場して打率、二百二十九、一本塁打、六打点、一盗塁を記録した。また、 インディアンスは地区優勝してポストシーズンに進出したがアレンもニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでメンバー登録され守備固めと代走として各1試合に出場した2018年は91試合に出場して打率257日本類が20打点21盗塁を記録した2019年は89試合に出場して打率 229,4本類打27打点、8盗塁を記録した。2020年8月31日に、ジョシュネイラー、オースティン・ヘッジス、カルク・アントリル、ガブリエル・アリアス、オーウェン・ミラー、ジョイ・カンティーヨとのトレードで、マイク・クレビンジャーと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。オフの12月31日に、ディエフェとなった。2021年1月6日に、 ジェームズ・リーブスとのトレードでヤンキースへ移籍した。2月23日にジャスティン・ウィルソンの加入に伴って DF となり、3月1日にマイナー契約で参加のトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリレールライダースへ配属された。シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕からトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリでプレーし、7月16日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。ありがとうございます。